手大変じゃないですか。いや、そうでもないっしょ。そうですか。ええ、どっからもうスタートしてないですか。いや、まあ、撮ってるのは撮ってますけど、まあ、適当に始めてもらえれば全然編集でいくらでもなってない。楽な動画ですね。ええ、そうそう。クワイエットモードのね、私のハートはストップモーションなんですけど、覚えてらっしゃいます？はいはいはい、あ、急に動画口調にさせますね。え、なんで、ね、急に変えることができる。あ、私のハートはストップモーションよく覚えてますよ。2曲目とか全然わかんないですけどね。だってこの人一発屋でしょ。まあそういう印象ですよね。いや、一発屋ですよね。なんだろうな、どうしてかちょっと未だにわかんないけど、これね、すごい好きで、今だにね、聴きたくなくてよ、定期的に聴いてますよ。ああ、そうなんですか。作曲者誰なんですか。これ、徳田俊一の萩田光雄じゃないかな、確か。編曲は確かですね。編曲は徳田俊一じゃないと思う。まあ、確かですけど、そうですけど。徳田さんですか。これね、やっぱ徳田俊一って言って、だから桑江智子の話っていうより徳田俊一の話なんですけど、やっぱ徳田俊一で1個選ぶとしたらこれですね。あ、そうですか。どう、おかしいですか。まあ数としては少ないんじゃないですかね。そんなこと言う人多分。いや、これいいですよ。イントロから、これってコマーシャルソングだから、あ、化粧品でしたっけ。そう、だからそこのサビだけ作ったんだと思うんですよ、最初。それね、あと継ぎ足しなんだけど、なんか継ぎ足しの度合いがすごくいいなと思う。なんでしょうね、これ。いまだに大好物で聴いてますね、これ。あ、でもそういう歌って誰でもあるんでしょうね、やっぱり人それぞれ。理由がわかんないですよね。サビがいいんですか、やっぱり。曲もそうなんだけど、なんかやっぱアレンジが好きなのかな。ああ、なるほど。イントロだとかさ、あと桑江智子の、そのものがですね、これ私12歳ぐらいなんですよ。おお。7、8ぐらいの作品なんで、子供目線的に見てたらお子さんに見えるわけなんだけど、この人なんていうか、このジャケットあるじゃないですか、このライムかなんかかじってるやつ。ジャケットもすごいし、なんかね、いいことずくめなんですよ。日もいいしね、マンションのエレベーター降りた瞬間みたいなさ、歌なんですけど。あ、そうなんですか。でも、心臓がストップモーションってわけわかんなくないですか。死にますよね。だから、そういうツッコミはいらない。実際は止まってないけど、ストップモーションになるってことでしょ。映像的な感覚じゃないですか、多分。分かりますけど、へりくつを言うとさ、しかもハートと心臓違うしってことなんだけど、なんか化粧品系のやつでは、ちょっとこれを上に行くのはなかなか難しくないですか、いろいろありますけど。ああ、どうだろうな、化粧品のほら CM ソングって、とにかくやたらもうお金をつぎ込んでたろうから、キャッチーな歌ってすごいいっぱいありましたもんね。その中でもこれが一番キャッチーですけど、他にもいろいろ化粧品はいっぱいありますけど。あります、あります、本当あります。エクシャルバイエルってナンバーワンとか。あ、私それも好きだな。春、なんだっけ、春先小紅とかさ。ああ、あれもそうでしたっけね。高見一香の唇ヌードとかさ。ありましたね。燃えろいい女とか、もう切りないんだけど、やっぱこれが一番です。あの一発屋に関してなんですけど、一発屋の方がなんか正しくないですか。正しいっていうか、アートとは一発屋なんだと思うんですよ。アートとか、音に限らず、要するに一発屋って言うとみんなバカにするじゃないですか。ああ。それでやっぱりたけしさんから始まったんですよね。あ、そう、うん、だから細く長くっていうのは芸術じゃないわけですよ。で、これも芸術の一種類だから、一発の方が正しいっていうのは、一発であるべきなんですよ。つまり、岡本太郎的に言うと爆発だから。一個すごいのがあればよくって、どうでもいいのを長く細くやられてもですね、なんかちょっと違うと思っていて、私一発主義なんですよ。そうすると、サザンみたく、太く長くみたいなのはどうですか？サザンだって、ええ、私長いの中学校から聞いてますけど、
長いけど、例えば最近の私聞く気になれるな。あ、最近はね、でも太い時間期間が結構長かったですよね。10年、20年ぐらい太かったんじゃないですか、あれは。うん、太い、だから例外的にはそういうのあるけど、うん、しかしアートというのは、ちょっと違うような気がしますよ。あ、うん、なるほど。だからやっぱり一発屋をね、馬鹿にしたらあかんということですね。あ、まあそりゃそうですよね。あとその、聞いてる時の年齢と空気感っていうのが人によって違うじゃないですか。あ、もちろん。中学生が聞いてる桑井智子と、うんうんうん、小学生と当時の大学生とちょっと違います。確かにね。どうなんだろう、私個人の感覚で言うと、やっぱり中学ぐらいで聴いた音楽が一番こう自分の血になってる感じがするんだけど。じゃあ桑井智子の私のハートはストップモーション、あまり記憶にないですか。覚えてるけど。あ、だから血にはなってないですね、私の血には。私が僕が言ってるのは、12歳の子供が見るとそうなんだけど。ああ、なるほど。もうちょっと上だとそんな感じやね。私にとっての自分の血肉になってるのって、ちょっと実はやっぱあれだな、よく考えてみると幼児の頃の方が一番、幼児、そうですね、小学校上がるか上がんないかぐらいの歌が一番自分の中で大きいですね、私は。徳田主任に行ったらどの辺ですか。ピンクレディになっちゃいます。徳田さんはピンクレディですね、やっぱりね。どれですか、ピンクレディ。ピンクレディはどれも、まあ嫌いじゃなかったですよ、どれも好きでしたよ。ただ、自分の血とかにはなってないですね。結構好き嫌いが激しくて、SOS とか、ええ、ね、カメレオンアーミーとか、モンスターぐらいが好きなんですけど、例えば UFO でしょ、ペッパーケーブでしょ、はいはい、渚のシンドバッド、あたり嫌いなんですよ。だからこう、なんでなんかわかんないですよ、こっちこっち分かれるんですよね、好き嫌いが。普通の人聞くとみんな一緒に聞こえるじゃないですか。というか普通はむしろ初期の方が好きなんじゃないですか。例えばどれですか。だからペッパーケーブとか UFO ぐらいまでですか。でも UFO 嫌いですね。あの詩とか抜きにして、 メロディーラインだけで。詩はみんな嫌いなんですけど。ああ、世界観が嫌いっていうのはまあ分かりますよね、うん、あのただ例えば SOS は好きなんです。 SOS、 ああ、うん、あんまりは分かりますよね。だからなんか説明できない、なんで SOS は好きでサウスポーが嫌いなのかっていうのはちょっと分かんないわけですよ。もうピンクレディになっちゃうと、もう私なんかもうほら思春期だから、もうまあ楽曲好きだったけど、ピンクレディはとにかくあのミニスカートでもやられてた口だから、俺そっち行かないですよね。まあそうですね、若干私の方がちょっとだけ上なんで、やっぱりそうなんだろうんだと思うんですけど、うん、もう衝撃的でした。衝撃的でしたもん、あのペッパーケーブルの振り付けなんか。足をこう振り開くじゃないですか、途中で。こんな振り付けしていいのって思いましたもんね。私あの、どっちが好きだったんですか。あ、ミー、そうミーかケイか。だからミーちゃん派かケイちゃん派かって確かにあって、私は当時はですよ、今はミーちゃんの方が良かったと思うんだけど、丸い方がいいんだけど、当時はね、ケイちゃんの方がいいなと思ってたんですよ。で僕はピンクレディ派じゃないか、どっちも好きじゃなかったんですけど。あ、そうですか。今的に言うと増田恵子さんですね。あ、はい、で、まあ、私の周りだけかどうか分からないけど、女子は大体ケイちゃん派だったんですよ。いや、自分は小学生だったんですけど、ほぼほぼみーちゃん系でしたね。へえ、やっぱ年齢の差とかもあんのかな。私が、いや、ケイちゃんの方が全然可愛くないって言ったらば、女子が一斉に、そうよねみたいに言ってきたんで、ああ、そうなんだ、みたいな感じで。だから、年によると思うんですけど、自分ぐらいだと、自分は全然そんなの、そう思ってないですけど、あれってさ、キャンディーズとピンクレディーがこう連動してる人たちっているんですよ。で、伊藤蘭が好きな人って、基本的に、ケイちゃん系になるんですよ。で、スージャーの方はミーチェになるんですよ。あ、そういう法則をね、発見したんです。なるほど、ね。そういう傾向があるんですよ。やっぱりミッちゃんも増田傾向になる。なるほどね。世代的にはほら、多分学生だった人たちとかはキャンディーズとピンクレディーって並べるんだろうけど、自分は全然そのなんつうの、キャンディーズの客層の中ではすごい随分年下なんですよ。なるほどね。うん、そうそう。だから解散の時に中1になったぐらいだから、コアのファンってもっと年上なんですよ。ですよね。
当時は大学生でしょ、だから6、7歳目の人の方が詳しいわけ。そう、そうですね。キャンディーズを聞く割には随分クソガキなわけで、はいはい、ぐらいの年なの。そうなんですよ。で、私の中でもキャンディーズの歌も好きだったし、まあ、ピンクレディーの歌も好きだったけど、女性的には世代がやっぱり自分が思春期に入った時にピンクレディーさんが出てきたから、そういう目で見るのはやっぱピンクレディーさんだったんですよ。でキャンディーズも今見ると、あ、後で映像見ると随分スカートとか短いんだけど、当時は何も思わないですよね。キャンディーズエロ系ですよ、完全に。ねえ、でも当時は何も思わなかったんですよ、不思議なことに。だから自分、私当時からそう思ってましたよ。あ、そうですか。あの小学生のくせに。あ、本当に。僕はだから前言ったじゃん、僕伊藤蘭さん性的に大好きですよ。あ、性的にって言っちゃうんだけど。え、小学生で。はいはいはい。へえ。お姉さん今でも好きだけど、今見るとすごいエロい顔してますけど、確かにね。今でも好きですよ。ああ。芸能人とか私は全員年上しか、あのリアルと全然キャラクター変わってね。リアルは全然ダメなのに、芸能人は圧倒的に年下はダメなんですよ。ああ。で伊藤蘭さんね、結構一番好きですよ。ああ。なんだろうな。そうです。そう、だからこれ桑江智子からちょっとクラッシュ1に変わっちゃってますけど。ピンクレディで1曲選ぶとしたらどれが一番好きなんですか？全然私、徳田秀一を無視したのが答えなんですけど、僕はね。あ、ピンクレディの中で。シングルですね。当時好きだったのは、あれですね、渚のシンドバッドですね。あー、志村けんさんになってきますね。そうですね。あの後半にさ、あのキス・イン・ザ・ダークってありますよね。徳田秀一じゃなくて、はいはいはい、あれ洋楽のやつなんですけど。はいはいはい、私あれがすごい好きなんですよ。あー、なるほど。なんかちょっとピンクレディらしい、ピンクレディ的じゃない曲ですよ。もう全然そういうのやめたらいいような感じ。あれいいですよ。なんかなお手軽にこうアメリカ向けに作ったみたいな感じがしたんで、そう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 、だし曲が悪いとは思わなかったけど、そんなに熱中しなかったかな。だから後半の後さ、息切れじゃなくてさ、ちょっと違うものになってくるじゃないですか。なんかあのなんかあのビレッジピープルのカバーとかしてたじゃないですか。ああいうのも同じで、こんなん別にピンクレディと関係ないと思うんだけど、あれはあれで結構好きでしたけどね。やっちゃいな、やっちゃいな、そうそうそう、やりたくなったらやっちゃいな。なんか渋谷哲平も似たようなあのシーン今考えるとすごいですよね。やりたくなったらやっちゃいなってキャンディーズの方はどうですか。キャンディーズでキャンディーズの1曲ですか。あ、キャンディーズさんはね、もう決まってる。いや、一つじゃないですね。あの多分ね、編曲が私好きで、あの哀愁のシンフォニーとかアンドゥ・トロワとか優しい悪魔とかの編曲が多分好きだと思うんですよ。あの メローな感じです。編曲かをちょっと覚えてないですけどね、あなたの胸の奥の湖に、なんだっけそういうやつですよね。そうそう、アンドゥ・トロは特に好きですね。まあ作曲家吉田拓郎さん、ね、自分で歌ってましたね。え、自分でセルフカバー、あ、セルフカバーしてるんでしょ。まあそれはとても聞けないんですけど、気持ち悪いそれはとても聞けないんですけど、キャンディーズさんのはね、あれ相当すごく好きですよ。当時からね、なんか染み入るように聞いてました。私全部もちろん歌えるし知ってるんですけど、ええ、1曲だけ選ぶとなるとですね、罠なんですよね。そっから来るかって感じですけど。え、どこら辺が好きなんですかね。そうですね、あの玉ねぎ、玉ねぎ、はい、玉ねぎ剥いてもくれるってとこあると思うんですけど。あ、そんなことありましたっけ。いや、そう、あの人は紅茶を入れてもくれる、玉のネギを剥いてもくれるみたいな詩だと思うんですけど。そんな詩ありましたか。ありますあります、その歌謡曲に玉ねぎなんて普通出てこないですよねなるほど。まして当時ですからね、男が料理手伝うっていうのはあんまり一般的じゃないじゃないですか。でその詩の、まあ、それはそんなことで喜んでるわけじゃないですよ。だそういうことじゃなくて、そのリアルな世界というのが、だから もちろんこっち普通はね、抽象的なものじゃないですか。あのパナソニーに捕まり、あなたの街まで飛べそうですみたいな、そういうさ空想のことを言うんだけど、そういう話じゃなくて、同性時代この男は玉ねぎを向いてくれるというようなことを、だからわざとリアルなものに
実際パラソルと全然違うことを描いてくるわけですよね。 あれラストマイナス1の曲なので、その子供っぽい曲じゃないのを、まあ、出すってことと、子供っぽくない曲と誰が一番合うんだろうって言ったら、やっぱりあのミキシャーが一番適任なわけですよ。あとの2人でやると今までの路線になっちゃうから、大人っぽい曲は今までやってないミキシャーが一番である。なるほどなるほど。そうそうそう。でそのこう変則的なところがとてもいいのと、あと純粋に曲的に素晴らしいと思いますよ。ただあんまり深く考えなかったけど、俺すごいそこ小学生の心とくせえ、すごい小学生だよね。あんまり深く考えなかったけど、罠だから、あいつはしくじった、何をしくじったんですか。だからそこもこう客に考えさせるわけですよ、うん、それまではもうちょっと幼稚な歌じゃないですか、うん、アンドゥトアとか来週のシンフォニーも一応そういう路線に入ってますけど、罠が一番こうリアル&抽象なんです。あいつはしくじったっていうのは、こんな素敵な私を捨てたみたいなことがしくじった、うん、だからそこも自分で考えろっていう形なので、初中お見舞い申し上げますとかになると、もうちょっと分かりやすい、まあまあ、アホな世界じゃん。まあ子供向けですよね。そう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 、でキャンディーズは基本的にこの路線でいいんです、いいしこれでいいんだけど、子供小学校 3,4 年から私聞いてるから、 3,4,5 って小学校卒業すると同時にさ、その自分のそのこの歌謡マニアとしてのあれもこうその階段は上がるわけです。だから罠をこう押してるわけですよね。なるほどね。罠ってだから何が罠なんですか。どんな罠なんですか。罠もタイトルがいいですよ。罠ですよ。今まで考えたことなかったんですけどね。何どんな罠なんだか、何の罠なんだかね。だからそこも別に考えさせるものと考えさせないものってあるじゃないですか。うん、それでその今の詩とかって分かんないですけど、考えさせられないものが多すぎると思うんですよ。ああ、そういうのはね、つまんないわけですよ。ね、そのまんま自分の感じたままを歌にするっていうのがもう染み付いちゃってるからね。つまり歌じゃないわけですよ。朝起きて、何出汁を取って味噌汁を作りましたみたいな、そういう歌になっちゃうわけですよ。それ行きか、ね、遠足に行って、要するに詩の世界、詩ではないわけよ。詩ではないんです。ね、だから詩っていうのは言葉の詩になっちゃってるっていうか、権勉に司の方の詩であって、権勉に寺の方の詩ではなくなってる。それはお前それか、そのなんだ、学校のさ、あの遠足感想にもなってないようなさ、遠足の事実を書いただけで詩になってないわけ。ただし分かりやすいから伝わりやすいっていうのはあるのかもしれないですね。だから受け手も喋り手もアホなわけです。だからより多くには理解しやすいから売れるってことなんでしょうね。でそういうことは私は求めてないし、なるほどなるほど。そうすると罠は非常に何だろうこれと思うじゃないですか。なるほどなるほど。でご覧とした世界なんだけど、そこにわざとリアルな玉ねぎとかポンと入れることによって、うんうん、その玉ねぎを剥いてくれる男ってどういう男なんだろうっていうふうに考えるわけです。だから考える力をこう客に要求するわけ。ところが普通の人は何も考えないわけよ。玉ねぎ剥いてるはそうで終わっちゃうんだけど、聞き手のその力量を要求するような歌なわけですよね。だからやっぱりキャンディーズの中で罠っていきなり罠を出す人いないわけですよ。いないでしょうね。あんまり春一番とかさ、少なくとも玉ねぎ良かったって人はあんまりいないですよね。春一番とか微笑み返しはまあちょっと違うけど、例えば春一番ですよ。春一だって今私がさ、キャンディーズ一番好きなの何って言われてさ、俺がさ春一番ですって言われたら腰抜けると思わないですか。あの野原さんの場合はね、あれが好きなのお前みたいな。野原さんの場合はね、でしょ、世間的に聞いたら春一番とかね、はなんだハートのエースは出てこないとか、まあなるんでしょうけど、あと年下の男の子とかね、なるんでしょうけど、野原さんがそれ言ったら、えみたいなね。え自分が言ったら、罠か哀愁のシンフォニー違うだろう。そういうことになります。そんなに普通ね、こんな感じですよ。だから罠、まあ、うん、なるほどね。あと意外とあの最終シングルも好きなんですけどね。微笑みが一緒ですか、うん、あれはあれで、なんつうの、意外とさ、企画ものじゃないですか。まあまあ、だけど企画もので、かつ、なんつうんだろう、サービス精神旺盛みたいな感じで、
それこそより多くに分かりやすく、はい、こうですよみたいな。で、ああいうのって大体外すもんなんだけど、企画ものであれだけ受けたっていうところはすごいと思います、ね。まあ、最後ですからね。私はあれね、結構どこが好きかって言うと、ランちゃんがね、あのミキちゃんとこ入れ替わるシーンがあるじゃないですか。あるんですよ。左と右にスーちゃんだけ。3人がそれぞれセンターに来るんでしたっけ？違います。その2人だけが入れ替わるんですよ。あ、そうなんですか。罠にかかったウサギみたいなところだけ、罠が入ってるからミキちゃんがセンターに行くんですけど、よく見てますね。その時にね、あれワイヤレスじゃないマイク使ってるから、くるんってこう入れ替わるとくるんって入れ替わるんですけど、ランちゃんがねすごくこの線を気にするわけ。あのこのミキちゃんとの線が絡まないようにすっごい気にしながらセンターに戻るんだけど、それちょっと映像だけ見てみたいですね。まあ、残ってましたけど、ああそうですね、なんかね、その、ね、細かいところがね、とても好きな。伊藤蘭ってすごい好きだなと思って、それ見て。いやね、私もね、やっぱり人と話しててね、面白いのってね、この人、頭おかしいって。いや、まあ、おかしいっていうか、自分の視点では得られない視点得られるって、やっぱ面白いですよね。自分じゃ絶対そういう見方しないもん。そう、自分はそういうとこしか見ないですね。これどうやって撮ってるんだろうとかさ。だから私は対談ものって結構好きで、だからいろんな人に出てきてほしいなと思ってるんですけど、だ自分が見てそういう見方は絶対しないっていう見方をね、知られるっていうのは面白いですよね、やっぱね。まあ、あのランちゃんがすごいそこまで好きなんです。あ、多分一番好きかもしれない。一番好きって決められないんですけど、なんか年齢が集中してるんですよ。太田裕美って同じぐらいじゃないですか、年が。だからあの年代がどうしようもなく好きみたいです。太田裕美さんもいいっすよね。まあね、だからね、共通点があってね、あんまり美形じゃないこととコントができることなんですよ。太田裕美さんコントなんかやってましたっけ。いや、まあ、でもコントみたいな人じゃないですか、あの人。